はい、池おじチャンネルフォルツァスタイルロック福田の腕時計魂。今日ははい、オリス銀座ブティックにまたまたお邪魔しております。何度目だろうね。はい、でもここは何度来ても楽しい。はい、で今日ははい、新作見られるということで、はい、今日でオリスについてもう一度おさらいをする。はい、創業はね1904年、だから今年ね、ちょうど創業120周。お、はい、でまあね、120周年何かするっていう情報は今のところ聞いていないんだけれども、まあそういう歴史のある、はい、ブランドで、でまあいろいろ、まあそのね百数十年の間にいろんな出来事があったわけだけども、1982年にまあ今の体制になって、今ではね珍しいね、そのどこのグループにも属していない完全独立のブランド、うん、はい、数少ないで、一番の特徴はね機械式しかないでね、すごい、まあまるちゃんもよく知ってるけど真面目なブランド、もう硬派ですよね、うん、で本当にあの身の丈に合った贅沢っていうのを、まあ社是、会社の哲学に、掲げていて、本当にね、なんだろうね、まあコストパフォーマンスが高いって言ったらいいのかな、この値段でこんなに作りがいいのっていうモデルがたくさんあって、僕は本当大好きで、だってこんな風にしてるもんね、ハンクアロンモデル。はい、まあ、そんなオリスの今日は、目下の最新作と、お、あとね、はい、まだ未発表の本当の本当の最新作、はい、見せていただけるそうです。やった、お楽しみに。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今日はそのなんだろう、ウォッチーズ&ワンダーズを前に、うん、目下の新作とあとなんか、本当に最新作があるというお聞きしていて、はい、はい、でまず、はい、これは去年の、はい、10月に出ました、はい、コットンキャンディセピアです。コットンキャンディっていうと、だから、2022年でしたっけ、あれ。はい、2020年なんですね。最初に出たのは。ですね。で、あの、ポップなカラー。そうそう。全部ブロンズで。ですよね。そう。だけど、ダイヤルがキャンディみたいな。ね、コットンキャンディ。ブルーとか。はい、あれでもね、開封させてもらったもんね。そうなんですよ。真空パックで。そうそうそう。って言って。綿目カラーで。はい、で、最初出た時、ちょっと際物だから、そんなに、売れないだろうと思って少ししか仕入れなかったらあっという間に売り切れ、争奪戦になったという、そうです、の最新作、最新作で、これはちょっとコットンキャンディセピアっていう不思議な名前なんですけど、はいはい、あのセピア色のイメージ、セピア色っていうのは実は、うんうんうん、あのイカスミなんだそうでして、あ、そうなんですか、はい、拝見したことあります、はい、イカスミの黒のダイヤル、ソウルメイトの方でもあのやっぱりブロンズを育ててる方をよくお見かけしますね。そうそうそうなんですよ。好きな人はね、なんかいろいろわざわざ海水につけたりしてますね。うん、いいいいいい、これかっこいいですね。なんかこうツヤっとしてすごくなんか色気のある感じの、ね、はい、ブロンズも配合でね、いろいろ色の変わり方とか違ってくるみたいですけど、はい、オリスはその色の変化が楽しめるようにしてありますね。はい、正式名称を言うとダイバー65なんですよね。そう、ダイバーズ65コットンキャンディですよね。セピア、セピア、長い名前です。だから60年代風のデザインが素敵なところを持ってきて、ブロンズケースで、そうですね、まあ、今回はシックなイカスミ色と、はい、イカスミ、イカスミ、セピアですね、はい、いや素敵な一本です。はい、はい、そして2本目、これは、はい、昨年2023年11月に発売をしました、はい、プロパイロット X キャリバー400レーザーです。レーザーです。何がレーザーかというと、ダイヤルにレーザーで特殊な刻み加工をしまして、はい、色をですね、虹のように反射させる玉虫効果を出しています。うんうん、この前見せてもらったんだ、はい、そうですね、展示会で来ました。はい、そうだそうだ。なんかでもダイヤルに虹が出てるって思うとすごい素敵ですよね。そうですね。ね、これでも本当にね、着色しないでこの色ってすごいよね。はい、大学の研究機関と、ね、なんかこう共同開発みたいなお話を、はい、スイス連邦
工科大学チューリッヒ校、あのアインシュタインが行ったところですね、はい、そこの、 あの学生グループと一緒に開発したテクノロジーなんです。でだから時計業界では初めて少なくとも採用しています。ちょうどあのシャボン玉がいろんな色に見えますよね。そういうものには色がついて、そういうのと同じ現象で、バイオミミクリーって言った自然界のそういう現象を真似しているということだそうです。これだから一本一本その西の出具合が違うんですよね。少しずつ微妙に違うんだそうです。それはそのレーザーの刻みは全部あの正確に同じなんですけど、その台になっているチタンの板がですね、はいはい、ミクロ単位で厚みに誤差がありますので、それが影響するという、そのなんかとてもよくわからない不思議な個体差なんです。うん、だから文字盤もチタンですし、うん、軽い、そうですね、つけてないみたいに軽いですね。でこれキャリバー400が入ってるんですね、はい、そうです。そっか、自社の文字の、はい、はい、うん、これいいよな。このバックルがまたいいんですよね、はい、この飛行機のそうパチシートベルト、シートベルト、はい、の感じで、あー、なんかデジャブだなと思ったらそこでしたか。 でリフトって書いてある。あー、なんか絵が細かい、はい、そのスプリングもちょっと特殊でね、あのポンと軽く跳ね上がるようになっているのもオリスの特許だということです。すごいいいです。でこれは今年の1月に発表しましたファーザータイムリミテッドエディションといいまして、はい、ロンドンにあります、メリルボーンクリケットフィールド、はい、クリケット場で、これがあの日本ではあんまりクリケットは馴染みがないんですけど、クリケットの世界では一番有名な、うん、フィールドでして、聖地なんですね。でそう、そのメリルボーンクリケット場を持っているあのチーム と一緒にコラボをしまして作りました。でそのメリルボーンクリケット場の、シンボルというのがファーザータイム、うん、で、あの何だろうと思う方も多いと思うんですけど、うん、日本語で言うと時の大きな、時の神様なんですね、うん、で今はい時間が来ましたっていう人らしく、その人の、形をした鏡、うん、鳥じゃなくて鏡、鏡おじ様みたいな、そうですね、鏡の神様がいるんですね。鏡大きな、鏡大きな、はい、でそれがシンボルなので、それが後ろに入っています、うんうん、そしてファーザータイムリミテッドエディションと言います。ここにクワガタもいます。これは、はい、おなじみチェルボボランテです、うん、スイスで害獣として駆除された鹿の皮、これまで捨てられていたものをちゃんと利用しましょうということで、うんうんうん、野生の鹿の皮を植物天然なめしで処理したものをストラップに使っています。でケースはブロンズで、ブロンズのブレスレットはい、ついてきます。なるほど。あれ、オリスがタイムキーパーをされてるとかでしたね。そうですそうです、タイムキーパーになったんです、はい、ありがとうございます。え、あのクリケットの、うん、タイムキーパーっていうのはね、何日もかかるんですよね。そうなんですね、すごいな、大変だわ、大変大変なんです、はい、ね、素敵ですよね。いや、この大きながなんかいいよね、うん、箱にも大きないらっしゃるし、そうそうそう、ちょっとこう死神さんみたいな、そうそう、鎌持ってますからねこれ鎌なんだ、鎌じゃないですかね、よっこいせな、そう、はい、時間ですってバシッてやられちゃう、はい、はい、おしまいみたいな、おしまいみたいな、いやでもつらいないやでもチェルボボランテがついているっていうのもなんかいいですよね、うん、今すごいあのなんだろう、チェルボボランテが欲しいっていうんで、うん、ビッグクラウンを買ったっていうソウルメイトがいますもん、そうでしたか、うん、素晴らしい、うん、少し的このこちらのブレスレットに、プレッシャーというかの名刺ちゃんもすごい素敵ですね、はい、じゃあこれが今年ジュネーブのウォッチズ&ワンダーズで発表します、はいはい、アクイスの新世代、はい、はい、ここがポイント、新世代アクイスですね、もうこう、現行モデルと比べてよく見てもわからないぐらい細かくアップデートされていて、この価格帯であれだけこう細かなアップデートをして
でよりこうつけ心地であるとか操作性であるとかっていうことを進化させている、モデルっていうのは珍しいと思います。まさに、真面目なものづくりをしているオリスならではの魅力が味わえる、進化のポイントだと思います。ぜひ新世代アクイス、あなたも、実機を手に取って体感してみてください。今日は旧タイプ、旧タイプっていうか今の現行タイプと新タイプを比較していただこうと思いまして、はいはい、ものすごく細かい違いがたくさんあるんです。はいはい、まず400からいきますか。はいはい、これはキャリバー400、キャリバー400アクイスデイト、キャリバー400、今のモデルと新型です。さあどこが違うでしょうか。間違い探しクイズですって。うん、パッと分かるのはここですよね。面取りしてやるの。そうそう、だからこれはそうブレスレットのテーパーが強くなってるんですよね。はい、うんうんうん、だからこっち細くて、うんうん、まあ、従来のやつは割とストレートで、こうよりフィッティングだとか、うん、そういうことですかね。うん、でだから当然バックルも細くなっていて、面取りされ、あとあれですよね、だから、ラグ幅が変わってるのか。はい、うん、ラグ幅狭くなったのかな。はい、というか要するにベルトが全く互換性がなくなったという、だから全く作り直し。そうなんですね、ケースからもう全部作り直したんです、ですよね。はい、ここもちょっと斜めになってます、はい、ベゼル、そうそう、ベゼルもカーブがきつくなっているのと、ケースの形がこうなんていうんですかね、台形がもともとそういうのあったんですけど、それがさらに強くなっていて、ボンベっぽくなったというか、そうですね、下に行くほど広がっていて、あの上は細くしてあるんです。ケースのシェイプも変わって、こう面が強く取ってあるから、はい、ケースが薄く見えてるんですよね。薄く見えます。で面が強く取ってあるのと、あの上がちょっと小さく、下を大きく、安定を増していまして、それから、ラグの角度と長さも少し変わってて、あのエルゴノミックデザインなんですね。人間工学、そうですね、つけた時のつけ心地が違うという、はい、本当はだから重さはどうですか。若干だからブレスレットとかこの面の取り方で軽量化がされてるのかな。ほんの少し軽いかもしれない。リューズのあれですよね、はい、厚みが変わってる、はい、ほらリューズの突起が、うん、こっちの方が、うん、新しい方が、うん、はい、見ましたね、はい、これも付け心地の追求ですね。なるほど。あとアクイスのロゴが違いませんか。さすが細かい。もう違う違う、はい、で当然ケースを薄く削ってるから、はい、リューズガードも薄くなっていて、はい、あとね、さっきにこれ気がついたんだけど、デイトの字の色が違うんだよな。はい、そうです、あのデイトのディスクの色ってことですか。そうそうそう、はい、おこっちマッチしてますね、ダイヤルと、ね、ダイヤルとマッチさせてるんだ。うん、はい、他に残してることはないでしょうか。このエクステンションシステムですね、はい、これ、はいはいはい、ウェットスーツの上からつけるときにちょっとサイズを大きくできる、はいはいはい、それはもちろんついているんですが、あ、こっち側ですね。あ、はいはいはい、こっち側ですね、はい、これね、はいはい、これがあるんですが、新タイプには止めたまま、はい、わかります。お、一コマ分の、はい、調節ができるという、つけたままできるっていう。へえ。ほら短くなって。あら、まあ、まあ便利。ね。潜る方としてはね。ね。はい。あとまあね、飛行機でむくんだりとか。そう、むくんだりとか。そ
ごく滑らかになって、はい、ノッチの数は一緒だけど、あと手に当たる感触もこっちの方が優しい、軽い軽い、こっち回してみて新しい、本当だ、全然違うぞ、めちゃなんか軽いですね、はい、回し心地が、ちょっとアップグレードというか、はい、洗練した感じですね、全体的にね、うん、そしてやっぱりこのアップサイクルのダイクル、ダイヤ素敵ですね、そうなんです、アップサイクルで、はいはい、キャリバー400タイプは今回初めてです、あ、そっか、はい、皆さんから要望が、そうですね、アップサイクルがやっぱり人気で、すごく個性的なデザインなのと、うん、2つと同じものがないっていうのはやっぱり皆さんあのお気に召したようで、良いですね、良いね、うん、でもこれ本当に細かな変更 で基本的にだから性能は変わってないけれど、これだけ細かく変えてるっていう、うん、その理由っていうのは要するにより洗練させたと、そうですね、アクイスはやっぱりオリスの主要モデルコレクションでして、はい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 、で、まあ、一番コアなんですね、はいはい、一番大事なものなの で、すごく人気があるものですから、デザイン要素はあんまり変えたくない、はい、だけどいろいろ改良すべき点があるよねっていうことで、はいはいはい、この度もう全体的に見直しまして、ものすごく細かくいろんなところを改良しました、すごいな、このこだわりはすごいな、でもオリスらしいってオリスらしいのかな、すごく気まじめな感じ、うん、そうですね、常になんか よりよくっていう思いがあって、ただ新しい目新しいものを出すだけではなく、あの今大事な中心になっているコレクションもアップグレードと言いましょうかね、ちょっとこう見直して改良していこうっていう、なかなかすごいことだと思います。でこれがだから、まあフラッグシップのキャリバー400を乗せた、はい、43.5mm、 そうです、でこちらが 41mm、 1.5 ですね、 41.5、 はい、これも新しくなって、はい、でこれはキャリバー400ではなくて733ですね、はいはいはい、ゼルタベースの、オリスがちょっとなんていうんですかね、チューンアップした、はい、あのキャリバーなんですけど、これも同様に変わってきています。だからこれ本当にテーパードされて、はい、そうそうそう、はい、これもだから、あ、だから要するに各位が全部ボディリチェンジしたわけですね、はい、たださっき細かくご説明をしたこのサイズ調整機能だったりとか、それからクイックチェンジシステムですね、はいはい、今のもありますけど400、うん、これがついてるのは400シリーズだけです。あ、なるほどなるほど、うん、でも他は、同じと一緒、はい、ただこのこっちの微調整は400だけ、なるほど、なんか重量感が違うように思えてならないんだよな、うん、どう、ちょっと失礼しますよ、あとやっぱりこのアクイスっていつも思いますけど、なんだろう、この価格帯でこのブレスレットの作りはすごいですよね。 ありがとうございます、そこは頑張っていますね、こっちがちょっと軽いかなに思えてならない、うん、まあブレスレットの分だったり、うん、あれですかね、ちょっとした、いやでも本当ね、そういいブレスレットですね、そうだからこの価格帯だとやっぱりそれなんだろう、スイスで、ブレスレットを作るのは難しいということで、まあ、他国で作った割とちょっとなんかねエッジが立っちゃってるようなところが、参見するんですけど、きちんと作っていますでしょ、すごいですね、見たくない見たくない、結構こことかね痛いところありますよね、はい、すごいすごい、細かなアップデートが、そうですね、あのうちのロルフ・チューダー CEO も、はいはいはい、この価格帯でここまで細部にこだわってアップデートするのはうちだけだろうと言ってます、うん、でもその通りでしょうね、どのくらいかかっ
ったんですか、そのこのアップデートに。全部、はい、1年以上かけたみたいですよ。ずっと全部見直して設計から何から。大変な大手間だったですね、本当に。地味な原稿ですよね。よく見ないと分かんない。で見比べるとなんか本当に納得しちゃうもん。福田さんがオリスらしいっておっしゃったのが分かる気がします、うんうん、いや、いいな、うん、ありがとうございます実はここね、このスペース、僕らの大好きなスペース、今までそっか、お話はしてなかったんだよね。いつするんだろうって私ずっと思ってたんです。どういうふうに言えばいいんですか。ワインのワインのね、テイスティングサロンですね。テイスティングサロン、はい、試飲していただくところなんです、はいはいはい、だからワインカフェとかバーではない、はいはい、あのヘレンベルガーホフというドイツワイン専門のインポーターさんとコラボをしまして、はいはい、でここであのオリスのお客様におもてなしとしてワインの試飲をしていただこうと、うん、この2階のスペース。そうですね、僕らね何度もお邪魔してね、いつもねたらふく飲ませていただいててそっか、紹介してなかったんだなみたいな。月曜日と火曜日はお休みなんですけど、はい、水木金土日の4日間。そうなんですね、はい、午後1時半から6時ぐらいまで、はい、ここにあの本当にソムリエさん、ベテランのプロのソムリエさんがあのお立ちになってですね、はい、サービスおよびワインの説明をしてくださいます。ただ試飲なのであのたくさん召し上がっていただくわけにはいかないんですね、うん、おかわりは禁止ですね。そうですね基本的にね。ただ毎回、大体2週間に1回ぐらい変わるんですけど、はい、あの3本から4本ぐらいありまして、種類がね、はいはい、だから 3、4杯飲んじゃうっていうか結構な量ではあるんですけど、まあ、ここで酔っ払っちゃったらダメですよということで、はいはい、試飲程度にしていただいて、うん、ただあのワインのね、ドイツワインとても美味しいんですね、うん、あまり知られていないんですけど、うんうんうん、で時々オーストリアワインも入っています。なるほど。じゃあもう時計好き、ワイン好きはぜひ、オリスブティックに遊びに来るといいよという、そうですね、耳寄りな情報でした、はい、というわけで、はい、どうでした。いや、やっぱりオリスいいなと思って、ね、あの細々したアップデートが、うん、あのあって、なんか見た目そんなに変わらないけど、そうそうそう、めちゃくちゃ良くなってるみたいな。でも本当にね、オリスらしいなんか、はい、こう、実直さというか、うん、真面目だよね。いや、真面目っていいです ね、はい。でまあ、こういうふうにね、何度もご紹介するブランド、まあ、お気に入りのブランドってあるわけですけど、あそこももう一回見たいとかっていうリクエストあればどしどしください、うんうん、僕のあのインスタの DM 宛てで構いませんので。インスタといえば、はい、皆さんいつもハッシュタグ腕時計魂とつけて投稿してくださって本当にありがとうございます。30万件を超えて、いつも、私嬉しく拝見しております。で、毎週、フォルタスタイルのあなたの時計見せてくださいという記事に私がさせていただいておりますので、そちらも引き続き投稿をぜひお願いいたします。ということで、また見てくださいね。じゃあねー。なんとですね、メディア初ブランドを作ることになりました。シルバージュエリーを作ってほしいと。あれね、かっこいいんだよ、あれが最高の基本みたいな。あ、すごいな、これ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロックスの腕時計魂、星賀さんと私とのこれお宝ですよ。うわ、すごい。